久しぶりにやったら新鮮な気持ちでできるかと思って、というわけでですね、久しぶりにやったらとっても新鮮な気持ちでできるんじゃないかなと思って、開けていたわけではありません。ですね、普通に忙しくて他のことやってたっていうねというわけで、私はもうあと21個であの子といい感じになれるということですよね。これもう解放しきってるってことだよね。よし、あと21個。じゃあこれをね、巻いても何にもならないということは分かったので、放課後は終わっている、覗き穴はいつまでも覗く、見るな、あれ見るななんて、あー一回やったことあるか。もうね、新鮮すぎて何も覚えていないそれがいいことなのかどうか。あれよね、この緑文字のところももういけるようになっているという認識でよろしい？よろしか？とりあえず青文字のこれ、あ、いらっしゃいませ。ここは、あ、もうマジで記憶にないな何やった私。一回お土産売り場です。やった？やってる。一回お土産ブルマです。お土産ブルマです。お願いします。らっしゃい、安くしとくよ。お土産にどうぞ。青ブルマ500円、赤ブルマ250円、キックブルマ、くそ、いずれ100円、本日限りだよ。まあ、安くていいんじゃないですか。最近ブルマってないよね。なんだここは。こんなことでは世の中間違ってる、けしからん、いかんいかん、プンプンだね。青ブルマですよ、お前もじゃね。あ、あのね、驚きなんだけど2ヶ月開けるとめっちゃ楽しいねそのなんていうの、新鮮な気持ちマジであるわ。あれ、こんなに面白かったっけこのゲーム一回もみあげ売り場です。一回もみあげ売り場です。お願いします。いらっしゃいませ。セール、もみあげなんと500円。この気持ち悪いの何、この星のこれ。どれにいたしますか？え、ブロッコリーみたいなやつ。どうしよっかな、これもいいし、あれもいいし、それもいいし、かわいい。どう？ベイビー、お似合いですよ。ね、何も生まれない。では、この勧誘を目指していくんだとしたら、どっから行けばいいんだい？あ、こっから先が初めての宇宙だ。なるほど、自由な浮遊だ。え、それで？あ、結構大きめフロアだ。この中に何かがあったりするのかな。あ、ブラックホールだ、ブラックホールだ。バツボタン連打で逃げろ。はい。え、これ逃げなかったらどうなんの。ちょっと待って、ちょっと待って、そんなゲームだったっけ。え、これって本当に逃げなかったらどうなるのか。あー、すごい振動してる。え？はあ、走馬灯ってこと？何？いや、何を見せられてる。あー、ここに戻ってくるんだ。なるほどね。え、あ、だるあそこ戻んのだるはい、戻ってきたんですけど、ブラックホールの上になんかオブジェクトあったよね、今ね。こいつこいつ、時計だ。はじめまして、よろしくお願いします。トモと申します。今何時。はい、私のところ今16時、4時なんですけど、ダメですね。じゃあ3時、何、3時はどうなることかと思った。3時はどうなることかと思った3時はどうなることかと思った3時はどうなることかと思った。
サンジ。どうなることかと思った。戦闘開始。え？バトルがオンモに生まれた。バトル？ああダメダメ。続きまして、2時はおやつの時間と習った。2時はおやつの時間と習った。偉そうだなこいつ。2時おやつの時間は、よだれ垂らしてるのせがれちゃんだよね。下へ参ります。生まれる。エレベーターガールみたいなのいたってさっきとは関係ないエレベーター。じゃあ1時はどうなることかと思った。1時はどうなることかと思った。思ったな。ご無事で何より。力士も心配していた。生まれまくる。なんだっけあの人、風船おじさんだっけ。わかんない、忘れたな。じゃあ一時はレインボーと決まった。一時はレインボーと決まった。何が一時。あ、七色人面牛、猛獣もよろしく。猛獣だ。猛獣は宇宙に生まれるんだ。へえ。なんだこの気持ち。猛獣はじめまして。よしよし、え、今日終わるんじゃない、もしかして。思考の猛獣だ。おお、猛烈なパンチをお見舞いされる。猛烈なパンチをお見舞いされる。どうしたん。出たな猛獣。こっちから行くぞ。ガー、あー、ガルルル、いてよな、いてよな。よし、続きまして、お、オムレツな、オムレツなパンツをお土産にする。オムレツなパンツをお土産にする。読まされてるね。お土産にどうぞ。なんで。わからんわからん。キテレツなパンダをお土産にする。キテレツなパンダをお土産にする。なんでパンダ。あ、かわいい。お土産のキテレツなパンダ、これが普通。まあ、これくらいならどっかにいる。あ、これはパンダ。毒持ってるね。誰？これ誰なんだ？なんかクリエイターの一人なんだろうな。かなりキテレツパンダ。あ、ね、なんもないんですよね、このゲームには。何もないんですよ、ご存知でしたか。続きまして、ここのさ、下に、そうそうそう、ここオンモの襖。オンモ、これあれだよね、初めて、あの裏側じゃない、表側じゃない、なんて言うんだ、外側に出てきたんだよねこれ。あ、すごいね、オモってなんだい。え、あ、ここは宇宙の隙間ね。で、行きたかったのは多分この先にあるはずなんだよね。勧誘。何？はじめまして。さあ、君はどこに所属する。え、侵入者に、え、グリーンベレー合唱団。グリーンベレー合唱団、行きましょう。ハールのうらら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 、壊れた。うん、突
続きましてグリーンベレー同好会。グリーンベレー同好会、グリーンベレー同好会の活動、放送室を守る、侵入者を追う、特訓だ、校庭2周、夜のパトロール、君も入れ。いいね、あんまり良くないな。じゃあ影のこれ何？立ち、これ何？わかんない、どういう意味なんだろう、わかんないな。八兵衛？八兵衛だ。あ、怖い怖い。おう、待ちやがれ。ぐあーうわ。救助成功。おっと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 。まだやれんね。全然やれんね。超元気だもん、私今。なぜなら心よから楽しんでるからね。もうこういうことも言えなくなるぐらい無理してるわけじゃないからね。大丈夫、全然平気さ。エレベーターです。ここウサギ飛びで飛んでる、全部大変。え、ほうはあじゃねえ。実況者にあるまじきだっつんだよな。宇宙、ここはね、もうみんなね、初めましてだから。 CG、 いや女の子近いよ。 CG って何？教えてよ。はい、あ、じゃコンピューターグラフィックの略。はい、コンピューターグラフィックの略、お願いします。英語で書くとコンピューターグラフィックス、こんな具合。実際はこんなの。なるほど、よし。これにはガーリックの巻、これにはガーリックの巻の巻。腰が痛いな。お、やっぱこれを聞く。腰の痛みにガーリック。嘘です。嘘かーい。ドアハハ。はい、胡椒でがっかりのはず。胡椒でがっかりのはずのはず。未来の自動車は胡椒で動くんだ。へえ。さあドライブに行こう。故障したよ。さすがは故障車。バイバイ。え、さようなら。待て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 、生まれるんかい。CG まだ続きます。コンピューターガーリックの略。コンピューターガーリックの略、お願いします。コンピューターガーリック、いいのそれで。もっと突っ込んで。おお、生まれたな。生まれたね。生まれたよ。じゃあ、さよなら。あら、いっぱいあるなここ。あと15。え？何？え？え？びっくりした。ホラー演出じゃん。やめてよね。ジェントルマン。入ってるよ。そうか。え？いや。大丈夫大丈夫大丈夫。なんかね、これ系の何、声が聞こえる系のボケには多分私なんか辛いツッコミを入れてしまうんだろうなと今思った。次はどこ行けばいいんだろうな。このさ、お家からすぐのところのこの下、ここって何もない空間なのかな。真っ暗だけど入れないしね、どっからも。あそこでなんかあんのかな、これから。はい、ツッコミ。あら、先ほど生まれた。アホか。ねえ、こういうの嫌いって言ってんの。そこまで嫌いじゃないけどさ。はあ、風船おじさんはただいまオンモン浮遊中です。いやー、でもそれよりも何飲む？
いやすごい、なんかめっちゃ回収されてる。こういう時はめったにない飲み物、飲み物不好意思。嘘つけ、何飲んでる。冷たい生物、冷たい生物、生物。産地直送、新井さんにあげよう。新井さん風船おじさんの字幕いらん。はい、あったかい生物はお腹壊すよ。あったかい生物ね。うわー、まずい。それ大丈夫かな。大丈夫じゃない。じゃあ冷たい飲み物いきましょうか。冷たい飲み物。汚ねえ声だな。やだ。僕、男の子。出たね。愛の結晶じゃんよ。後で行こう。あ、光と闇のエンドレスバロ。あら、どうも、よろしくお願い。勝ったし。やった、勝ったならばよし。は？これ、人？何？耳がとんがってる？あ、どうも力士さん、チッス、私です。あと10個だ！終わったわ。終わったね。恩も一周したけど、これでおしまいかな？あとはじゃあ、新井さんに会いに行ったりするのか。新井さんに会いに行くってね。新井さん、新井チャンピオン。おい、こら。え、サンタバカ野郎。クリスマスプレゼント、愛を込めてサンタより。でもちょっと嬉しい。危機一髪。黒ひげ危機一発か。納得しちゃったよ。このゲームに納得すんな。なんかまたやろ。なんかまたやろ。何よ。そりゃまたやろ。あー、今ね、鼻の下書いてたわ。クソみたいな態度で見てた。なんだ、まだだろう。なんだ、まだだろう。あ、まだだよ。まだだっちゅうの。ねえ、新井さん、ありがとう。じゃあ、また今度ね。男の子。あら、はじめまして、親です。どんな子が好き？あー、袴男子ってこと？袴の王子マン。袴の王子マン。王子マン。君にぴったりの男の子をお見せしましょう。袴の王子マン。あれ、なんかどっかで見たことある。なんだろうな。王子、どう？ジーグーです。ねえ、ありがとうございました。トノサマンでしたね、見たことあったの。トノサマンヘイですね。そしたら、じゃあ白馬の王子様。白馬の王子様、見してくださいよ。君の求める男の子はこれだ。白馬の王子様。1回10円高い？何が？あー、白馬に乗るのが。白馬に乗ってもなかったけどね。じゃあ役場のおじ様。役場のおじ様。そう、君が選んだ最高の男の子を紹介しよう。役場のおじさま、頑張れ。普通じゃん、それが自慢。いや、マジ、ほんとそれな。え？あー、自慢が水に生まれることあるんだ。
あれだよ、戦ってんだかんね。普通に見えるおじさんだってさ、毎日毎日さ一緒に頑張ってるんだよ。何の話。うわ、黒板だ、すごいよ。1たす1は何て書いてある。あと7だよ。え、終わっちゃうよ。算数のお時間です。え、棒かけ犬、棒かける犬、犬も当たれば的な。あー、スイミーだっけ。パンね。さあ、目玉割る犬。目玉割る犬、こわないぞ。あー、目玉割る犬だ。目玉商品。骨骨。おー、何も生まないね。棒引く玉。棒引く玉。やあみんな、僕は棒。僕から玉を引いたら、あらやだ、女の子になっちゃった。いや、なんかね、想像はできた。じゃあ、目玉引く玉は、目玉引く玉、目ってこと。にゃー、玉。おお、目玉引く玉だ、にゃー。ねえ、今日は帰れってさ。ただいま。あと7じゃん。ママどんどん大きくなるね。マジ。このうちじゃ狭いから、そのうち別のうちに引っ越すわよ。そんな、ここにいてよ。ママだって寂しいわ。でもしょうがないでしょ。そうなったら遠くからあなたを見守るわ。なんか哲学的な気がしたけど、気のせいだったかも。娘さんとラブラブまであと7。これもう終われるんじゃない。ふう、これと同じ形をしているものを探してね。え？え、何それ。え、ふう、あなたは。え、ちょっと待って、どういうこと。マジでどういうことそれ。何、ねえ、どこ行くの。おーおーおー、いえ、おいえ、あは、あったり、やったね。ただいま。だから良かったわね、作文回数が増えた。よし、頑張るぞい。何に頑張ってるんだ。さあ、せがれ、行ってらっしゃい。ありがとうございます、頑張ります。まかずに食べたね。え、ありがとうございました、のぞきアナね。え、ということで他に何する。あんた何よ。いや、もう覚えてないって。空中深夜族見てる。空中水族館も見た。空中甘党地獄は空中見てない。空中甘党地獄、甘党地獄。わっ、うぷぷぷ、激甘。よし、大丈夫大丈夫。これさ、攻略サイトとかあんのかね。あの、何と何でこれが出ますみたいな。キャラ紹介、何でもあり、虫、飴玉、アリ食い。怖いわい。日曜何して遊ぶ。明日の、あれ、何も覚えてない。明日のガンジーシャンプーは。明日のガンジーシャンプー、何が何だか分かんねえけど、シャンプーするでしょう。今日は臭い。風呂入れよってこと。入るけどさ。変身、何になるの。漆はキーパー。漆はキーパーせがれ団。漆はキーパーせがれ団、何それ。変身、どっからでも来い、秘密を見せてやる。あ、生まれる。出た。秘密基地が水に生まれることってあるんだね。じゃあ、生まれたての秘密基地をやりましょうか。あと6。え、
ちが聞きてんだけど、まあね、このゲームに意味なんてないわけだからさ。ツッコミ。なんじゃそれは。セバカこの。遠足間違えた、運動会。何に出るんだっけ。もう忘れたぜ。1キロ競争は1キロ競争です。そうです。よーい、ありだ。何でもありだ。ぶっちぎり。お腹空いてきたな。もうダメかもわからんね。ノータリンは、いや聞きたくねー。はい、早送りでもしようかね。料理。今夜のおかずは？火の炒め。今日は火の炒めです。お願いします。何これ？あ、火だ。お前絶対炒まってないでしょ。絶対炒まってないからね。ささ、冷めないうちに。フェスティバル。いや、出た。これ楽しそうだな。あー、風船おじさんですか。別にいいです。全然いいです。ノートでお願いします。ケツを書いてバッテンつけて出来上がり。ケツを書いてバッテンつけて出来上がり。俺はこれを見ていたんだ。じゃあ逆上がりは？ケツを書いてバッテンつけて逆上がり。お願いします。何でもいいで。あ、頑張れ。ダメだバッテン。ねえ、ダメだバッテンね。何が？ああ、襖の隙間や。誰かが覗いている。もう忘れた。美女と饅頭見た。美女よ、饅頭。お願いします。あ、美女よ、まんじゅう。そうですか。そうですかは甘えじゃないですか。甘えとかの話じゃない。知らない人ふう。あー、セバスチャンと49歳の反則。セバスチャンと49歳の反則。この人本当に鼻詰まってる。あ、今まで騙しててごめん。おお、ちょっとびっくりしただけです。おお、優しい世界か。優しい世界かな。フェスティバル。あら、はじめまして、よろしくお願いします。おおおおお、爆笑。8時だね。よし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 。はてだ、なんだこれは。エイリシャン。エイリシャン見た。エイリじゃん。エイリちゃん見た。エイリアンも見たっしょ。エイリアン。なんだ。じゃあ、うわーうわー、チンチじゃん。チンチじゃん。チンチじゃん。これが緑地です。これが山地です。で、これが岩地でしょ。これが沼地じゃん。これはチンチ。またかい。あ、面白いと思ってやってる。そんなそんなことを言ってはいけないゲームなんだがな。お疲れ。疲れてきたね。月を見て地面に。いやー、でもこれやった気すんの。月を見て地面に寄りかかる。やってなかった。月を見て地面に寄りかかる。おやすみ。よし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 。
ビンビンもやってあるし、回復もやったし、土の島からどっか行けるかな。あ、おはよう。おはようと声がしたよ。逆立ちしながら相手をしまう。逆立ちしながら相手をしまう。しまっちゃおうね。相手をしまう？相手って誰？ぼーっとしてきたよ。倒れるぞ、倒れるぞ。ねえ、ねえ、どうするんだろう。あ、 H じゃん。あー、そういえばこんなんあったね。反応薄。自分に驚いちゃうな。猛獣、至高の猛獣だ。キテレツなパンツをお土産にする。キテレツなパンツをお土産にする。まあ、そういうこともあるでしょう。うわ、お、これはなかなか良さげなパンツ。母さん喜ぶかな。変なの、変なのって言わないの。そういうの結構ジョークグッズとしてアマゾンで結構出てくんだからね。あー、ブラックホールだ。ブラックホールはいけない。あ、でもブラックホールは調べなきゃなんてことないから。時計どうしようかな。じゃあ3時はおやつの時間と決まった。3時はおやつの時間と決まった。決まった。おお、あ、なんてこと。 OK、 じゃあ、はぁ、出た、求人用だ。ジェントルがあったけど求人用はなかったもんな。何が、なんかさ、新しいのが生まれるのはいいんだけど、会いに行くのがだるいんだよね。出てこないものもあるしさ。とりあえずできるところからやろう。必殺技を考えて。ウルトラファイヤーキック。ウルトラファイヤーキック、ウルトラファイヤーキック。痛いよ、熱いよ。誰、違う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 、誰とかじゃなくて、お前お前お前。んー、ツッコミもダメ。明日何があるんだっけ。あー、めんこ会。めんこ会、行くぞ。うん、君めんこ会。いや、めんこ会ダメかい。多分ダメだと思うけど、でもダメとかじゃないかね。わかんない、その辺はちょっとわかんないですね。あなたは、うん、月光タフガニア。月光タフガニア、わかんない。タフガニ、タフガニ、タフ、タフなカニや。多分そうじゃないと思う。私は、私はね。昔話、昔話のタイトルは、うさぎしま太郎。うさぎしま太郎。こんばんおしま。わかんない、こんばんおしまって何、わかんないのが正解。いや、このゲームに正解とかねえし。あー、自慢だ。あら、あと4。わしが昔だった頃、隣の親父がやってきていきなりを出しよった。わしは嬉しくてをしたんじゃが、としたら驚いたことになったんじゃよ。どうじゃ、羨ましいじゃろ。まあ、全然わかんなかった。ごめん、お茶飲んでたわ。全然わかんなかったっす。どうしたもんかな。新しいやつに会いに行きたいんだけど、いないんだよね。巨大化も別に。ニュース、何が起きたの。ショーアクじゃん。ショーアクじゃん。ん、
あ、ちっちゃい役ってこと？文句あっか。いや、ないっす。ごめんなさい、なんか。あれっすね、なんかボケ殺しみたいなことしちゃって、ごめんなさいね。全然待ってらんなくてさ。あの話、何の話？赤毛の系は全部やったんだっけ？赤毛の何？やったか。じゃあ、産毛のちゃん。見てる。産毛のアン。産毛のアン。キモ！だんだん大人になるの。誰が喜ぶの？誰も喜ばないね。新井さん、サンタまだだろう。サンタまだだろう。うん。ガオ。ちょっと早かったかな。まあまあ、和天望のサンタクロースっていますからね。いらっしゃいませ。合体もみあげブルマです。合体もみあげブルマです。ガオ。合体メカもみあげ。よし、次次。男の子、私の理想の男の子、袴の、あ、でも袴のおじさまありじゃない。袴のおじさまかっこいいと思うんだけど。君にぴったりの男の子をお見せしましょう。袴のおじさま、一発芸を見てください。お願いします。燃えないゴミ。出た。一発芸見せろや。どこだあそこの水面。もうああいうのほんとどうやっていけばいいんだ。はい、忘れないように名前をつけます。もうどれをやっていないかがわからん。見てる見てる。トグロウンコ尻のつゆ見ます。はあはあ、お土産にどうぞ。よし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 。見た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 。よし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 。次お荷物ね。お荷物。もう持ち上げたい。せーのはやってる。聖書もやってる。聖もやってる。聖の。あ、聖のあり。聖の。くっさー。そうか、そうか。壁、両手でしっかり押さえる。見てる。両手でしっかりしゃがみ込む。見てる。しちゃったり見てる。両手で頭皮押さえる。見てる。しゃがみ込む。見てない。 OK。すごいね。早いぞセガレ。終わらないねこのゲームは。かわいこちゃん、さよなら言っちゃうよ。なんだっけこれ。あー、新法沈まん。新法沈まん。新法縁起物。さようで、勧誘。君はどこに所属する？うっかり八兵衛。救助って外合唱だ。うっかり八兵衛。何？あたたんって言った？カボタン？人生ありゃ。悪さ。その先わかんねえな。涙のアホにはにじみ出る。あーいて。なんかね、いじりがわかんないんだよな。黒板算数の時間です。
棒割る玉。棒割る玉。割れた。割れたね。指示。コンピューターがっかりの巻。コンピューターがっかりの巻。まあがっかりすることもあるよね。君はコンピューター使えるの？いや全然。ふん、がっかり。まあそういうこともあるよね。ダメだよ、なんかそんながっかりとか言ったら。あーそっか、貴婦人はこちらにいらっしゃったのね。なるほどなるほど。あと3。面白いと思ってやってんのかな。30分待って。なるほどね。まあみんな必死なんだよな、お手洗いいるときってな。わかるわかる。数字ナンバー、スルドネン。あ、いちごはうまい。いちごはうまい。いちご、うまい。あ、甘えが見えるぜ、せがれいじるよ。そんなんでいいと思ってんのか。鉄板。何にしようかな。あ、焼きごと焼く。焼きごと焼く。焼けてきた焼けてきた。ハトやん。出た。露天風呂。でももう出会えば終わりぐらいまで来てんじゃねえの。出会えるかどうかだけど。ドア。ガッチャ。母さん、あれ母さん、母さん、あれ母さん、どないした。ちょっと出かけてくるわね。はい。母さん、あれ傘、雨降ってるよ。あー、そういうことだってあるよな。何飲む？こういう時はあったかい飲み物。おっちゃんお茶。おっちゃんお茶。何が？おっすハゲ頭。お。ああ、息を吹きかけて激しく磨く。息を吹きかけて激しく磨く。はあ、すごい激しい。そんな一日。帰れってのかよ俺に。ただいま。ママ、俺ゲーム欲しい。僕も。何のゲームが欲しいの？世界レイジリいじりたい。バカね、あんたら今いじられてるのよ。誰に？よく見てごらん。本当だ。あらやだ。びっくり仰天ざます。君は誰？なんだっけこういうのって。4次元の壁だっけ、なんだっけ。なんかの壁みたいな。認識するとどうのこうのみたいな。何にも出てこねえな。キノスマスマフ。これを入れ替えてできる名前のものを見つけて丸ボタンを押してね。え、何それ。襖の隙間か。天才か。多分できる人はすぐできる。あったり。よし。いやでも作文回数増えてもさ、違うんだよ。新しい子にただ出会いたいだけなんだよ私は今。聞いて聞いて。はい、行ってきます。あー、そっか、お前生まれてたな。はじめまして。あと2。いや私こういうの弱いな。
プルでいいよね。バカがよ。あー、初めての小瓶だ。あと1だ。中に手紙が入っていた。アフロデカ。え、待って、何にもわかんない。どういうこと？いや、どういうこととか言うの間違いなんだけどさ、ないよ、わかんないから、助けてほしい。ニュース。何が起きたのよ。今日はゴージャン。今日はゴージャン。今日はゴージャン。ね、もう終わろう。今日でさ、終わろうよこのゲームをさ。頑張ろうよ。あ、ね、自慢もう一回聞かして。昨日消費税を拾ったんだが、よくよく見たらそれは50円なんじゃ。ということは本来の値段はおそらく1000円であろうことがわかるな。あまりの嬉しさにわしは1000円もするコーヒーを飲みに赤坂へと行ったんじゃが、その途中でまた消費税100円を拾ったんで、今度は2000円もする紅茶を飲みに行こうと思うんじゃ。どうじゃ、羨ましいだろう。うん。うんって言っちゃった。あなたは、うん、月光ブルガリア。月光ブルガリア。ゴー。ふん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 。ブルブルっとね。ねえ、ブルガリア聞いたらあなたは何を思い浮かべますか？私はですね、こじこじのジョニー君を思い出しますね。ブルガリア人。昔話のタイトルは鶴島太郎。鶴島太郎。いっつもそれじゃん。ダメだし、ダメ出ししちゃった。もういよいよ持って、あと1個出せばいいのか。なんだ、どうしたらいいんだ。蚊取り線香。おーおーおー、鉄板。何にしようかな。焼きそば食べたっけ。焼きそば食べる。食べてなかった。いただきます。お願いします。あ、そんなことしちゃダメだよ。食べ物の恨み恐ろしや。最後が焼き芋ってこと。あら、これはときめき。そう、恋。はあ、最悪なんだか。ねえ、これで最後って何。もうやだ。ひどい。ただいま、ただいま、ただいま。せがれ、夢の襖が見えたわよ。え、あれ、ママ、ずいぶん大きくなっちゃったね。せがれ、そんなことはいいから、夢の襖を見つけに行きなさい。わかったよ。セーブしよう。セーブした。起きて遊ぶ。これ娘さんとラブラブ。え、夢の、うわー、やっぱり下にあった。俺そういうとこ見つけちゃうんだよね。え、っていうかあそこどうやって行くの。え、マジでどうやって行くの。行けなくなってるけど。一番近いのここ。え、でもこっから行けないくない。ねえねえ、どこ行くの。あ、違う、こっちじゃない。あー、もう、ここ。ねえねえ、どこ行くの。え、でも上開けてもさ、入れなくない。え、どうするの。え、何。え、マジでわからん。見つけるってな。あそこに通じる何か対になる襖がある。隙間、襖の隙間とか関係ないか。関係ないかも。関係ないもの見ます。はい、これを見ます。うわ、すげえ、怖いよ。野獣だよ。ねえ、野獣だね。何これ、どうしたらいいんだろう。見つける。
九段さんこんなことできたの。どうしろってんだ。どうしたらいいんだろう。あそこに行くにはオンモ側から攻める。いやでもこれはあくまで端っこというか外側の世界。せがれなんかいじってないで早く寝なさい。ねえ、トモもそう思う。今こそエレベーターが火を吹く。ダメか。はて、夢の襖だから一回リセットしないと、おやすみなさいしないとあそこに入れないとか。間違えちゃった。ちょっとその説試してみようか。ただいま。夢の襖で おえ娘さんに会えるわ。会えるわ言うて、どないせっちゅうねん。じゃあ一回ちょっとおやすみなさいよ。読めないよ。読めないけど読める。戻った。関係なかった。どうしたらいいんだろう。あれ、太陽みたいなオブジェクトってあったっけ。あ、どうも露天風呂さん。あら、もう限界。ね、癒されたところで、風船おじさんさ、なんか教えてくんね。マジで私が今どこに行くべきなのか教えてほしいの。全然わからん。あるいは何度もお家に帰ることでママを天元突破させて。いやダメだな、もう天元突破してるもんな。出題します。焼肉の文字を順番に集めなさい。え、や焼肉の文字を順番に集めなさい。え、どういうこと。全然わかんないんだけど。焼肉の文字を順番に集めなさい。あ、でもここ焼肉…あ、鉄板？でも関係ないよな。残念。初めて残念になったけど。え？これ、どうすんの？どういうこと？これ今どういう状態？これ今どういう状態？ただいま。流れに任せろ。はい、流れに任せろ。さて問題です。赤と白で戦うものは答えになるものを探しなさい。赤と白で戦う運動会？運動会じゃないの。合ってる。違う、流れだよ、流れ。違う、流れよ。全然わかんない。こと始めになんかあるとか。でも、もう何もできない。セガレイジェルで一番困ってるかも。ブラックホールか。そんなことないか。ブラックホールに飲まれると、なんか走馬灯みたいなの流れたけど、あれが夢みたいな、そういうそういうさ、ないか。頼むぜブラックホール、俺を飲んでくれ。流れに身を任せてんだ。あれ？逃げない。俺は逃げないぜ。
そうダメそうだな。もわからんね天才かもわからんな。行くぜ。感動的なのかな。達成感はちょっとある。正直来られたよ、嬉しいわ。ああ進みます。はい。ここ何もないんだね。そうなの、寂しかったわ。そっか。楽しいものが増えたからうちにおいでよ。ああ、本当？じゃあ僕は先に帰って待ってるよ。わかった、後で行くわ。来れる？ママ見つけたよ。せがれ、ママは大きくなったので引っ越しました。娘さんと仲良くね。せがれどうしたの？ママが…そしてラブラブになった。そして次の朝、子供が一匹生まれた。ご苦労さん。いじり終わり。本日のせがれいじりは終了いたしました。エンディングでいいね。あー疲れたふざけんなよ。あー疲れたね。お疲れ様でした。はい、ということでですね、なんでしょう、無事終わることはできたので、まあ良かったのかなと思うんですけれども、まああれでしょうね、あの全ての言葉文章を、見つけられてないじゃないかというところでですね、あの気になる方はいらっしゃると思うんですけれども、てめえでやってくれもう私には無理だって。ここまでやったんだからもう頑張ったって、これ以上やったって何にもないってあー疲れちゃったな。もしこれ見て欲しかったんだけど、ともさんちょっと回避しちゃってたから見れなかったですみたいなのがあればですね、ぜひオブジェクトの名前と、この文章のつなぎですっていうのを、コメントとかいろいろといただけたら、おまけ編としてやるかもしれないし、やらないかもしれません。まあね、それがいくつもあったら、いっぱいあったらね、まとめて動画としてあげるかもしれないんですけど、別にそういうのないってなったら、もうトモはもう二度とこのゲームを起動することはないのでよくやったよ本当に。ここまでなんかさ、最後までやったら絶対感動するからみたいなこと言ってた人いたけどさ、嘘じゃんもう怒ら始めじゃねえわマジで。これにはがっかり。のまき
聞いて。もうそんなに喋られると何が何だか分かんないんですけど、何話してたっけ。もうちょうどお腹空いてきたんで、これそのまま流れるんだったらもうじゃあおしまいですって感じにしますので、スキップになるか、そのまま流れるかは後のお楽しみということで、ちょっと待ってて。めでたしめでたし。あ、はい、めでたしということでね。え、セーブはしとこうか。で、これ起きて遊ぶとどうなるの？あー、なるほど、エンドレス言葉集めタイムですか？あー、なるほどなるほど、もう何度でも見れるって感じだね。じゃあ伝説の鬼蹴り。ねえ、金棒返し触らないで。え、生まれるなよ、見に行くだろうが。こんなんちょっとやだ、終われないんだけど。え、二宮ちゃんって何？え、どういうこと？え、巻き場もなんか変化ある。なし、二宮ちゃんだけ見たら終わろう。あれどこだよ。あった、よかった、すぐ見つけられて。あら、あっ、復活失敗。あー、なんかあれだよね、占いかなんかでさ、壊した二宮の数みたいなのあったよね。それのことか。別に気にならないので終わりにしますね。ご視聴いただきましてありがとうございました。俺はせがれいじりをちゃんと最後までやったぞ。あ、ただいま、お帰りなさい。すげえ、バイバイ。